皆さんこんにちは、フラワーティスシンです、今日のフラワー TV はこちらのひまわりとピンクッションを使ったミニブーケを皆さんに紹介したいと思います。お花のこのねアップダウンが結構ポイントになってきますので、そこを見逃さないでくださいね。では今日のフラワー TV 学び放題早速行ってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。まずこのフラワークッションにするためのこのドラセナをこのように1枚ずつのパーツに分けて丸めてホチキスで留めます。このパーツを全部作ります。はい、このようにパーツができました。はい、では始めていきます。まずこのピンクッションを持ちます。そしたらここでフラワークッションを持ちますね。そしてこのひまわりを持ちます。この時にまあちょっとここのアップダウンを少しこうつけていきます。このひまわりを持ち上げるような感じで下からフラワークッションを入れて、ひまわりがこうでなんか首がこう下向かないようにねします。でここのリンドウを入れます。はい、そしたらまたここでピンクッションを入れます。ひまわりを入れますね。でまたひまわりの下にはこのようにフラワークッションを入れてひまわりを持ち上げます。でまたリンドウを入れますね。でひまわりの下には必ずこのフラワークッションを入れていきます。この時にこうお花のねこのアップダウンが分かりますか。少しこう横から見るとこれが重要ですね。あとひまわりの下に入れるフラワークッション、これが重要です。で、長くなってしまったステムは、長くなってしまったというか、ミニブーケなんでステム長くはいらないんで、少し短く切っておきましょう。どんどん重さでね、地球には重力があるので、重さで下に下にこう引きずり込まれちゃうんですね、お花がね。そうするとブーケ、ちょっとアップダウンがやっぱり変わってきちゃうんで、そこが一番、失敗する時の要素の一つなので、そういう要素は消しましょう。はい、でここでリモニウムの白を入れます。でこのミスカンサスですね、ミスカンサスをこう入れて、でこの先っぽをこうこのようにね握り込みます。こういうループができますね。こういうループができます。そのループとは別にやっぱこれをミスカンをこう巻いてホチキスで留めます。でこういうものを作ったらこれをこういうふうに入れます。そうするとこうループが違うのがね、違うループが2つできますよね。はい、はい、こんなような感じですね。そしたら最後にこのゴールデンボールを最後にゴールデンスティックを入れます。はい、こちらで完成です。では結束して正面から見てみましょう。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。このお花のね微妙なこのアップダウンをよく覚えておいてください。でねこの水関節を丸めるとかのテクニックは N フラワーの会員さんは N フラワーの会員サイトの方をご覧いただければその中に詳しく載ってますのでぜひご覧になってください。はい、ではね今日はこちらのフラワー TV の講習を終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.